イム。一応、黒部君と寺尾さんのインサイトで一応、今井さんのにも一応あるんですけど大プレゼントできました。他の人に比べたら、お金はかけてないんですけど、ちょっとお金なくて距離どうなの？気持ち伝わればいい。なんか悪いんだ。なんか誰よりも高価なものを渡す可能性があるものも何が出てくるやん。さっき買ってきたんですけど、宝くじを買ってきてで、まあ、何億って当たるらしくて、当たる人には、まあ、物によっちゃ多分一番高価なプレゼントになるんだ。これどうやって見るの？ちょっと秒からの。調べた。秒感じだそうです。ありがとうございます。じゃあ引退 MC とまではいかないんですけど、ちょっとだけ喋ろうと思います。何喋ったらいい？何も考えてきてない。入ったけ僕入ってからまだ1年ちょいしか経ってなくて、1回生の時の冬来で、まあそれこそここにいるネロンがエルレガーデン誘ってくれたのと、あとまあそこにいるポンが、正式名称なんやっけ、そうシャウトイットアウト、まあ、シャリラって呼んでるんですけど、を誘ってくれて出たのがきっかけで、まあ、そもそもその時期にもう一個サークル入りたいなって考えてて、でそういった経緯でまあ声かけてもらったんで、じゃあ入ってみようかなっていう感じで入ったら、まあ、とってもね空気がいいサークルで、いろんな人がいるし、変なやつもいっぱいいるし、な今日もな長崎出身のやつ変なことしかしてないポンとかヤスとか、まあ、名前出していいか分からんけどな。おもろい人たちもいっぱいいて、すっごい楽しませてもらってるので、まあちょっとまあそつらいっていうタイミングになっちゃったんですけど、まあ引退番さそ組んでくれて、あとまあおつらいに無理やり入れ込む形になっちゃったので、まあ、今の玄関部丸とか水木とか、まあ、関東にぎちゃん、あと、まあ、組んでくれてるゆきとも、そういうのほんまにありがとうございます。ネタ尽きた。じゃあ、まあ、この後ねちゃんと僕とデロン一緒に引退しようって前々から言ってて、学祭の時から言ってたんで、まあ後でデロンがさぞ感動的な MC をしてくれると思うんですけども、まあちょっと SU もこれ、まあ、僕もう一個サークル入ってたんですけど、そっち幹部昔やってたのであんまり SU 来れてない時期もあったんですけど、まあ今年は就活もそれなりに進めながら SU もどんどん出ていこうと思うので、ぜひ皆さんこれからもよろしくお願いします。
SU0 です。進化の時入るって言いましたよね。 SU に入りますって言いましたよね。はい、って感じです。はい、僕 SU1 回生から入ってるつもりでおって、ずっとそれヘウルさんに入りますって言う、だからもうそれで入ったことになってたんやなっていう勝手に思い込んでて、でずっとエコーにおったんですけど、エコーで俺 SU も入ってんねんとか言ってたんですけど、エコー SU 行動からあれおかしくね俺みたいな、あれ SU の友達がいねえんだけどみたいな、気づくの遅かったですね、ほんと。ってことで、まあ実はヘウルさんに言って言う相手を間違えましたね、言う相手を間違えました。出だしミスった。すごいこと言われてんだヘルさんも仲良くしてもらったんでありがとうございます。で、まあ、そのドラムとかやってたんですよ。これちょっと多分みんなが一番思ってることで、1回生とか知らない、2回生も特に気にしてないと思うんですけど、もともとドラムやってて、でボーカルがやりたいなってことでボーカルに転身させてもらって、で最初はうまくいかなかったけど、なんか意外と頑張ったらいろんな人に組んでもらえたりとか、いろんな人に後押ししてもらえたりとか、最初こそなんか厳しいこと言う人おったけど、なんか自分が好きなことをやってみて続けれたら最終的にはみんな振り向いてくれるんだなって思って、そうですね、なんかボーカルやってよかったなって思いますぐらいですねもう話すことはあんまないんでなんですけど、こうやって拓郎と一緒に引退できたりとか、ユキトとか最初のボーカルと組んでくれたりとか、ルーパーもなんか申し訳ないねんけど何回も誘ってやってくれてって感じで、なんかやっと引退できたんで、やっと引退できるんで、まあ、残り3曲ですが最後まで聴いていってほしいと思います。お願いします。
Until it truth, I wonder how I could miss it.